ね。じゃあそろ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 エースさんのこのノートゲーミング PC のご紹介をしてもいいでしょうか。あしゃ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 、おおおおお、ね、まずねめちゃくちゃかっこいいご紹介する動画があるので、それをまず見てもろていいでしょうか。めっちゃかっこいいから、じゃあ流しまーす。いくでー。ちょっと音楽かっこいいから流しとこうか。よし。最後にもう一回流しますね。はい。で、今回配信で使わせていただきましたこのノートゲーミング PC、 ゲーミングノート PC の紹介をさせていただきたいなと思います。 ASUS さんのノート PC で TAF ゲーミング A15 の FA5006 シリーズです。そう、 ASUS JAPAN 様よりご提供いただきました。あ、羊が映っとる。羊が、よし、羊は隠れてもらって OK。そう、ご提供いただきまして。で、今回使わせていただきました。イエーイ、ありがとうございます。で、さっき動画見てもらったんだけど、動画じゃなくて、この静止画で何枚かあるので、ちょっと説明させてもらってもいいでしょうか。エースースさんですよ、読み方は。エースースさん。エースースジャパンさん、まずこれね。エースースさんタフゲーミングシリーズ最新作、エースースタフゲーミング FA506 シリーズについてご紹介をしたいなと思います。まずこれ 15.6 型のゲーミングノート PC です。見て、勝利をつかむ究極のタフバディかっけー。これはね、男の子とかすごい好きなんじゃないかな。めちゃくちゃかっこいいよこれ。で、デザインが2種類あるんですよ。デザインが、あ、これ全部こうやって準備しよう。こうして、これで順番で見れるはず。こうして、ドドン!これ2種類のデザインがあります!2 バージョン。これまた名前がかっこいい。フォートレスグレイ!これがメタル素材で作られてますね。そしてもう一個がボンファイアブラック。こっちはプラスチック素材です。
わたべが使ってる方はドン、こっちです。フォートレスグレイ、かっけー、めちゃくちゃかっけーよー、めちゃかっけー。これメタル素材のフォートレスグレイは、これ天板の部分メタルでできておりまして、重厚感や高級感が味わえます。あとね、すごいサラサラ、本当にスルスルで、なんか、あ、こうほっぺたとかをね、ずっとスリスリしたいなって。